こんばんは。江戸川区から南の方を拝むと、夕焼けに染まった美しい雲が見えました。大きな雲の下では少しもやもやしているように感じますが、これは雲から落ちている雪です。おそらく地表までは届いていないのではないかと思われます。なぜこんな雲が発生したのでしょうか。夕方の風の様子です。注目すべきはここです。風がぶつかり合っていますね。風と風がぶつかり合うと地面に潜り込むわけにはいかないので、上へと向かう上昇気流になります。この上昇気流が雲を作るのです。天気図でも特徴が現れていました。等圧線が突き出た部分、ここ気圧の谷です。弱い気圧の谷の通過も雲の発生を助けたと言えます。ということで、今夜は気象の話、ご視聴ありがとうございました。